美味しそうだよ。重くてぎっしり。うん。なるほど。ぎっしり。美味しい。昨日時刻飯したゆで卵。食べます。うん。ちょうど家でかけ。ちょっと温泉の匂いする。わかる、岩っぽい、ね、美味しい、うん、塩つけたい。うん、うん、ごちそうさまでした。駐車場あったんだ、広いね。うん、目の前が左方向です。由布院駅だ。一回だけおじいちゃんおばあちゃんと泊まりにね、連れてきてもらったことあるんですけど、雰囲気がすごい好きで、しんくんも見てもらいたかった。素敵でしょ。いいね、うん、人がすごいいっぱいいるね、今日。また泊まりに来て贅沢しようね。ああ、そっか、うん、そういう予定だったでしょ。そうだね。天気だけ楽しもうって。うん、美味しそうだよ。とろってするのかな、ね、いただきます。いただきます。ケーゼクーヘンって何？ね、初めて見た。なんだろう、なんか、うん、溶けた。溶けた。うん、抹茶美味しい。へえ、うん、チーズケーキがもうクリームみたいな、プリンみたいな。あ、そうなんだ。またね、ふいしんくんも言った？ありがとうございました。この道走るの楽しいね。すごいね、うん、壮大な、うん、いや、ただただすごい、うん、景色が飽きないね、本当に。だって大分来てさ、一回も眠くなってないよ、確か助手席そうでしょ、うん、寝てんの見てないでしょ。一回ぐらい確か一回あった、うん、あれ地獄巡り始まったね、新刊来た、地獄。結構水しぶきがすごいね。うん、増えたね、うん、もっといいな、なんかね、うん、ちょっと早いけど展開しちゃおうか。うん、明るうちにしよう。うん、
作っちゃおうか。うん、作ろうか。しんくんが今日も得意料理作ってくれるんでしょ。うん。じゃあシーが材料、野菜を切るから、うん、しんくんが作ってくれる。うん。じゃあここで切るね。はい。まずはこのキャベツ。うん。あ、甘口醤油も使う。うん。したらシンくんの出番。うん。これが今日のメイン。じゃん。鮭。うん。ホタテもギリギリまで使います。充電してあげる今度。減ってるよね。ね。ピンチかもしれない。あと3分。やだ。やばい。どうしよう。これリアルじゃない。やばい。どうしよう。どうしよう。あと2分だって。2分じゃ絶対できないよ。あと1分。ではなくなった。終わりだ。このご飯なし。蓋開けてみようかじゃ。あのね、鮭ね、一番下にあったんだけどね。うん、見ての通り。まだ生です。しようね。一旦ポタデの電源なくなっちゃってから、うん、あの換気を徹底して。一酸化炭素チェッカーくんが頑張ってくれますから、ちょっと今から車内で火を使ってみたいと思います。火、うん、だからもうちょっと短時間できると思うので、うん、怖いね。一応窓際に置いて換気はしてるんですけど、いい匂いしてきた。鮭が煮える匂い、ね、うん、お願いします。ちょっと明日充電しないと。そうだね、うん、湯気出てきたよ、うん、今のところ大丈夫そうだね。無事にならずに、ならなかった、よかった、うん、いい感じだと思うからシンク開けてもらおうかな。うん、煮えてる煮えてる煮えてるね、しっかり、うん、キャベツもね、しっかり火が通ってて、鮭ももともと薄かったからね、うん、無水すごい、あ、いいんじゃない、美味しそう、うん、味はどうだろう、ね、お、美味しい、うん、キャベツいっぱいだったけどね、こんなになっちゃった、ね、しんくんが作ったじゃんじゃん焼き、うん、いつも通りで美味しかったよ。いいね、うん、かった、ありがとう、うん、よかった無事に。あ、なんか火も安全に使えてね。よかった。安心した。うん。じゃあ食べようか。うん。いただきます。じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。うん。美味しかったね。うん。美味しすぎてさ、うん、食べるシーン取り忘れちゃった。そうだね。ちょっとバタバタしたね。うん。大変だったもんね。そうだね。うん。やっと落ち着いた。ね。うん。よかった。ありがとう。やりきった感じがする。ねえ。すごい。やったもん、今日はまたこれをね、また朝やったばっかりな気がするけど、ね、出して、うん、寝る準備してって感じかな。そうだね、うん、よし、ちょっとじゃあ片付けるか。はーい。足がぐにゃぐにゃになるやつ。そうだっけ、3コインズで買った。そうだね、300円で、うん、300円以上の力発揮してると思う、これは。そう